型などに強い揺れが来る恐れがあります。ただ地震の安全を確保です。おい、あ、お疲れ様です。おい、おはようさん。なんすか、緊急地震速報入りました？入った入った。めちゃビビったぐらいでかい音っすね、あれ。ああ、揺れてないけど。あ、おはようございます。現場近くにいる福島、一発目から緊急地震速報。しかも空振り。行くなってことですか？空振っとるし。もうやっぱりあれじゃないですか。呪われてるんですよ、呪われきっと。あれ、今日は、第2弾ということで。第2弾やね。まあ、今回は業界の人に見られ、グラサンかけながら参拝する。さすがにそれはね。さすがにそれはね。あ、社内だけはグラサンかけるよっていう。まあまあ、かっこつけるのありっすからね、やっぱ。そうね、かっこつけるわけじゃないんだけどね。本当ですか？ちゃんと実用性兼ねてね。こっちはね、やってるから。いや、すいません。ギリギリで、ギリギリのラインを攻めていかんと。ですか。いや、だから今日第2弾にしていきなり勤さんがグラサンかけてるのはやっぱ、あ、まあ、なんかいろんなキャラが出てくるじゃないですか。ついついやっちゃいますよね。もう俺はな、意図してやってるわけじゃないけど。あ、本当ですか？もう、いや、サングラスねえなって思って、ただしとるだけで。なんか、好きでやってるだけですよね。そうです。まあそうです。いや、それが多分、おしゃれなんじゃないですか。何も考えてない。かっこつけようとか別に思ってはないもんっていうのは。いや、でも割に七変化以上をしてますよ。僕が出会ってからだけでも、アフロの時もありましたし。あ、 あったな、はい。すげえもうピンポイントやな、それ。ボディービルみたいなことやってた時もありましたし。はい。あの時は本当に、この人は何をやろうとしてるんだろうと思ったんですよね。目指したところがね。もう、はい。結局いかんないで、俺はハマるとさ、全部それに投入するもんで、はい、そうそう、まあ、今回のこのテラビューはもう本当にドハマりしてっていうか、楽しくなっちゃってる自分が。終わりがない旅としては無敵だと思いますね。そうだね、終わりはないね。例えばこのチャンネルを誰かが引き継ぐことはできますからね。そうね。百貫の行った後に、そのさんが死んだ、僕が死んじゃった後に、続けれるような話だと思うんですけどね。そうだね。で、日本全国制覇した時にとんでもないボリュームなわけじゃないですか。それでこそ本当の価値が出ると思うんですけどね。まあ、いっぱい貯めてって、はい、貯めてって、こう溜まっていく過程のこのドキュメンタリーがね、たまには溜まるほどね、いいんだわ。厚みが増す。そうですよね。嘘がないんで。そうリアルだもん。今時だとこうリモート参拝なんですよ。ああ、そうですね。それと一緒だけどさ、まあね、ありがたいことに三河とか、その、終わりとかね、観音さんとか撮らせてくれるとか、写真撮らせてくれるからさ。いや、そうさんのおかげですね。いやー、よくぞこんなマニアックな遊びですごいピンポイントなとこに、ちょうどよくハマってくれましたよね。いつもやったら多分これ、俺ただ一人でこうずっとひたすら走ってるわけだよね。いや、それがすごいんじゃないですか。それすごいっすよね。そうそう、めっちゃ、その行き道は何を考えてるんですか？無なんですか？無だね。最高ですね。本当に無だよ、俺多分。あ、どこ回ってどこ回ってっていうことだけ考えて、前日にありですね。もうそれをトン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 とやっていくっていうのがもう答えですね。俺の中で本当そんな感じ。で、いいですか、聞いて。どうです？西国三十三ってなんですか？西国三十三っていうのは要は1300年ぐらい前からある、その一番最初のなんだろうな、観音礼、観音巡礼。
観音さんってなんかあの人を救う時に33人変化するらしいんだよ。あ、だから33箇所なんだよね。あ、うん、だから今回っとる三河33も33で、で次行く終わりも美濃も全部33なんだけど、はい、うん、でまあ観音連城っていうのがあって、それあとそれが一番最初なんだわ。それが元に今の三河も終わりも全部作られたと。それを回って初めてあれかなっていうふうに思ってるからな。どこにあるんですかそれは。ね、これも広いんだわ範囲が。和歌山、大阪、奈良、京都、兵庫、滋賀、岐阜。岐阜の華厳寺、谷組さん華厳寺が最後。え、順番に回るんですか。どっちでもいい、それは。順番に回った方がいいっすね。逆打ちするか。逆打ちってなんですか。33から回る。それはなんか意味あるんですか。逆打ちっていうのは基本的にあるんだわ。1番から回って33に行って、はい、33から戻ってくるんだよね。はい、うん、そう、それは霊場の回りがとしてあるんだわ。はい、四国に88箇所の寺があるっていうのは知ってる。いや知らないです。空海が開いた、開いたというか空海に由来のある四国に88箇所寺があるのね。それを一からずっと回っていくと、まあ、四国を一周するんだけど、はい、でそれを何回か回った人は逆打ちって言って88から1に戻るっていう、はい、だから88まで回ってここで祈りが完了して、で感謝の気持ちを込めて逆に回るっていう。いや、そこまではやりたくないですよ。いや、まあ、だって1番から回ってもいいんだけど、全然、はい、1番から回っていくと、そうね、和歌山の西岸都市っていうところから回ることになると思うけど。回ったことあるんですか、つもさん。ある。あ、3周ぐらいしてる。はい。3回ぐらい回った。あ、じゃあ逆打ちしても OK ってことですか。俺は逆打ちしてもいい、大丈夫。あで逆打ちします。逆打ちするんだったら谷組さんからだね。下言寺から近いってことですか。近い。あ、近いからいいっすね。逆打ちでいいっすね。逆打ちそうだね。逆打ちだ。そうだな、下言寺って感じ。まあ別にそれか、別にそこは誰かあれでもいいっすね。まあとりあえずなんかあるんですね、百貫の名と。結構あるってことですね。結構どころか大量にあるよ。なんとなくこうマニアックなとこを回りたいっていうのもあるよね。どうせなの。あんまり人が回ってなさそうなところとかさ。まあそうですね。それはそれで面白いかなと思う。メインところはメインところでいいんだけど。まあ、本当でもそれが一番多分その今やっとる中でのメインかな。西国三州さん。三州のは。行くんだ俺みたいな。だったらまたなんか違うとこでもいいんじゃないですか。なんかそうだね、それはそれで、うん、はい、別に全然終わり終わった後別に。そうそうそう、西国やらなくても。そう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 。ほんと後で見せたるけどもすごい数あるから。これ今観音霊場だけど、その薬師霊場とか不動明王の霊場とか。え、これいつから続けてるんですか。霊場巡り自体はもうどれぐらい経つんだろう。西国やり始めて、西国終わってから、まあ終わったなと思っとったらそういうのをまた見つけてしまってやり始めた。終わりはまあ俺ら住まいが終わりだからさ、はい、さささっと本当に4週もあれば終わっちゃったぐらいだけど、西国は本当にどれぐらいかかるの。西国は行くときは覚悟してもらわなきゃなんだな、いろいろと。でも3週もやってるんですよね。3週やったね。もう飽きていません。いやこれはね、なんか久しぶりに行くとそれはそれでね、ああ久しぶりって感じなんだ。あ、久しぶりに来た。あ、じゃあ
やっぱそれはでも映像に残しときたいってことですか。そうだね、だ、うん、どっちかというと。そうそうそう、それこそ冬に行ってるとこもあれば、夏に行ってるとこもあれば、秋に行ってるとこもあれば、また季節がその時その時で違うわけですさ。なんかついでに何かとかブワーって回ることはできないんですかね。なんかいや、多分京都とかだったら近くにあればもうそれこそ清水寺も入ってるから。京都遠いっすね。え、京都、はい、全然近いよ。これから言いましたもん。マジっすか。出雲大社まで一人で行ってるんだよ、車で。何しに行ったんですか。え、そら小上に行く以外に何かあるの。小上に行ったから。旅行っすか。旅行、そうだな。その日だけで俺だって出雲大社行って、そのまんま厳島神社まで行ったからな。ああ、広島の。そう、だからこう行って山陰行って山陽まで出たからな、1日で。で帰ってきたの夜中っすか。ああ、宮島で一泊して。ああ、一泊っすか。さすがに一泊した。宮島で一泊して、まあ、さっぱらから起きて。違うね、宮島泊まったらさ、宮島あれ船フェリーで渡るんだわ。何ですか。宮島って何ですか。宮島っていうところの島の中に、あの厳島神社って神社がある。あの鳥居があの水の中に入っとる神社、わかる。はい、なんとなくわかる。でしょ、あれがあるとこなんだけど、あれに行った時に、とりあえず地宿を取ろうと思って、宮島の外、その島の外に取るか中に取るかと思ってて、まあ、中の方が便利かと思って中で取ったのね。泊まるんだったらこっちで泊まっちまえと思って泊まったんだけど、あの宮島の中コンビニも何もないのよ。はい。ほんでさ、何もないもんで、夜飯食い終わった後何かあれしたいなと思っても何にも売ってなくて、はい、僕はもうね、そのホテルの飯しかないもんで、もうとりあえずホテルでもう飯食ったはいいけど、なんか物足りんなと思う。そうっすよね。だって夜大食いするために。そう食ってないですもんね。食ってないじゃんね。どうしようと思って、もうしょうがないもんで、ビュッフェスタイルやったもんで酒だけかっくらってさ、そのまま速攻で寝たのよ。はい。そしたら朝5時くらいに目覚めちゃってさ。一人で。うん。もうこれもう朝から散策するしかねえなと思って、朝の宮島を散策して、はい、どれ健康的だ俺と思いながら。いや、全然、いや、もうデラ羨ましくないっす。もう多分好きな人めっちゃ羨ましそうに聞いてるんだろうなとか分かるんですけど、想像しながら。だろうな、お前絶対に。俺に叩き起こされて朝から行くぞって言われるよな。最悪だなぁとか。9時ぐらいになったら、おお、山頂に寺あるで行くぞって言われるよ。いや、寺嫌っすね。しかも山頂の寺まで行くのにロープウェイ乗り継いで。いや、大変なとこにあるっすね。でも景色はすげえいいんだわ。景色はすげえいいんだけど、高所恐怖症なんだわ。あー、行ったんすか。行ったよ。お前に行ったら行くしかねえ。楽しい旅の思い出だわ。なるほど。まあね、これからね、トールはいろんなところに連れ回されるけど、まあ、それ別にそれ遠いところは別に一人旅をしてきてカメラ渡すんで勝手に撮ってこい、ね、勝手に撮ってきてもらって一人で喋りながら。はい、そういう流れ。そういう流れでも全然 OK なんで、本当に。全然羨ましくないよね。さっきも言ったんですけど。わからんぞ。百貫のんもある頃にはもう、ちょっと目覚めとるかもしれない。百貫のんがまだめっちゃ遠く感じますもんね。あ、そういうことか。はい。確かにね。その、数年やってる人の興奮度合いにはついてけんす。あ、ついてけんよ。はい。そうだな。そうそう。いろんなところにまだ行きたいところがいっぱいあるね。まあ紹介したいってことですもんね。そう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 。まあでも紹介してもらうとは多分嬉しいと思いますよ。
まあ、なかなかね、行けないじゃん。いや、行けないですし、映像の方がよく気づきますし。ああ、そう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 。僕、現地で行った時よりも、やっぱ映像見た時の方が気づき多かったですもんね。ああ、確かにね。ああ、こんな感じやった。ああ、そう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 。なるほど、とか。ああ、それはあると思う。はい。映像に残す価値っていうのはやっぱそこにあるよ。自分の目で 見るのも大切なんやけど、 見るとさ、その完全に 100% 記憶に残るかって言われたらそうではないじゃんね。しかもあれだけたくさんの寺回っちゃったらさ、まあそうですね、いろんなとこがこう被ってくる。あれ映像で見ると全部全然違いますね。違うんだよって、顔の表情からさ、はい、それこそ処方じゃったかな、こうやってやってる人よ。いました、ね、いろんな人いました、いろんな人も楽しみ、ね、何度見直してもおもろいっす。うん、そうそう、ああやってなんかね、色がついとるやつもあればさ、もう全く色もついてない、剥げ落ちちゃったようなやつもあれば、物置みたいになってるやつもありましたよね。もうええんかこれとか思いながらいつも思うやけどさ、やっぱ思うっすよね。一応まあ本堂はこれ片付けてもらわないと。いや、小僧さんがいないんですよね、多分。いないいないいないね。だからあえて年をね取った、年いっちゃった方が多分住職っていうか住んで見える人が多いからさ、なかなか多分手が届かないんだよね。そうですね。若いのがおるとこはやっぱ綺麗にしたのさ。ああ。市畑さん薬師寺ってここら辺なんですか？そうそうそう。ニュースでよくやってますよね。うん、看板がちょっと。こう市畑さん薬師寺も行くんですか？多分あれ薬師霊場だから多分33の観音には入ってないよ。あ、違うやつですか？またジャンルは。うん、ジャンルは違う。多分本尊は薬師如来だよ。さっきも言ったけど、そのね、霊場はいっぱいあって、その薬師霊場っていうのもあるからさ、キリがない。死ぬまで続くでよろしくって感じ。そうですね。もし誰かがね、あとは引き継いで。そうですね。これ幸いですよ。わかります。いや、この熊っていうのがあるんで、やっぱこういう使い方は行きますよね。うん、ね、意外とあれ子供たち連れてってもおもろいような気するんですけどね。そうだね、まあほんと建物一つとっても説明できれば。そうそうそう。だって今やっぱそう考えると現代建築物ってそっけないっすよね。そうだね、やっぱり科学力すごいですけど、やっぱりなんだろうな、昔の建物は重厚だよね。ですし模様一つとっても、そう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 、技術ですよね。あれは技術がもうすごいからさ、だって仏壇いくらかかっとんのっていうぐらい。あれ工芸品ばっかっすよ。もうそうだね、もう本当に伝統工芸品たちが連なっとるからね、あれ。いや、あれ本当俺映像見て衝撃受けましたもんね。行った時はああなんかよくある寺だなとか思って。そうね、多分そう思うだろうね。はい、思いました。だから今日割とノリノリですよね。前回より。なるほどね。はい、そうそう、今はまあさ、まあ、言い方はあれかもしれんけど、小さいお寺さんじゃんね。お寺さんの規模ではさ、はい、小さいお寺で、やっぱ大きいところはもう大きいもんでさ、それ見るとまたわーすげえなって思うし、でかいなこことかさ、あここはこじんまりとしてまたそれはそれでいいなって、楽しみ方はいろいろ出てくると思う。多分道路はあれやな、映像編集しとるときにいろんなことに気づいて、あーって思うやろな。まあ思います。いや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 。
だからまだルールとか宗派とかそういうのはもう全く無知のまんま、ね、それはまあ、あの、いいよ、あの、拝めばいいんだよ、うん、俺はそれはそういうふうに思ってるからさ、行くってことが大事だよ、あの空気を感じること、あれはすごい大事ですね。そうそう、あの三門入って、あ、運動がドーンとあって、なんか入って拝んでっていう、風が止んだりとか、そう、あ、気持ちのいい風が入っていたとかさ、ああやってなんか知らんけどね、前回みたいにあのおばあちゃんにごちそうになったりとかさ、いろいろするわけじゃん。そうっすね、あれは貴重でしたね。あれ貴重だね、遺作ですもんね。いや、きっと多分そうだ、きっと遺作、そうかもしれない、きっと遺作ですよ、うん、そうかもしれない、主演おばあちゃん、おばあちゃん、いや、まあありがたいわ、ああやってお接待してもらえるんで。そうっすね、もうあとちょっとで着きます、あと1分、あと1分で着きます、うん、いよいよ始まるんすね。始まります。第2回が。